皆さんこんにちは、テゲテゲゴルフチャンネルの桜井翔吾です。今日は、生徒さん2人に来てもらってます。ちょっと悩みがあるみたいなんでちょっと聞いてみます。なんか今日は最近どんなですかゴルフ。最近僕は球が捕まらないのは、捕まらない、ああなるほどなるほどなるほどですね。大阪の一緒で球が捕まらってちょっと薄い感じ。ああなるほどなるほど、ああはい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 、捕まらない、はい、ってことはじゃあアウトサイドイン軌道になってる可能性が高いですよね、はい、うん、やっぱ外からこう入ってる軌道ってことはじゃあ最近流行ってるシャロースイング、流行りのそう流行りのシャロースイングをちょっと、はい、ちょっとやってみましょう、はい、まあ、やるというか、まあ、プロとか、まあ、ジュニアからやってる人たちっていうのは基本的に多分何も考えずに、まあ、何も考えて作った子もいれば、あの柔軟性で勝手にできる、はい、あのゴルファーも多いと思うんですけど、やっぱり大人からやるとやっぱその意味と理解とそのやっぱプロとかが今こうクラブを寝かせなさいとか左腰をこうしっかり回さないと当たりませんとかいろんなそういうレッスンがこう YouTube とかに流れてるんですけど、もうすごいそれっていいことを言ってるんですよね。ただその理解するかしないかでアマチュアの方、大人の方っていうのはやっぱり理解するかしないかでやらないんですよね、そのドリルっていうのを、はい、それを理解してもらえるちょっと今日説明というか、なんかこうシャロースイングがこうだからこういうドリルをしたらこういうことが起きやすいからシャロースイングになりやすいで捕まってボールも飛ぶっていうちょっとレッスンをしていければなと思ってます、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。では秋元さんちょっと打ってみましょうか、まず、はい、ああなるほど。秋元さん学生の時やってたんですよね。何歳ぐらいの時に？18からです、ね、18から、ああ、はい、結構若い時からやってたんですね、はい、なるほどなるほど。あの舵が、はい、ちょっと右滑ってますもんね、ちょっと正面から。やっぱでもあれですね、若い時からやってるんでスイングの基礎はできてますね、やっぱり。おー、ナイス、なるほどなるほど。はい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 、なるほど。じゃちょっと、はい、いいですね、いいですね、いやめちゃくちゃいいと思うんですよ、このレッスンの材料になるっす。なるほど、いい球に見えるんですけどね、はい、うん、ただやっぱ今のも遠側に当たってますよね、はい、若干。はいはいはい、ね、ああちょっと右行ったっすね、はい、じゃあちょっと次今スローモーションで2人のスイングのカメラ撮ってるんで、はい、ちょっとそれ確認してみましょうか、はい、次は秋元さんするんですね。いや2人ともトップも最高に綺麗ですね。うん、悪くない悪くないけどもっと、うん、まだできるっていう、はい、2人ともすっきりですね。やっぱでも若い時からやってるから無意識ですよねこれ、はい、で作ってきたっすよね。あーなるほどなるほどなるほど、これ正面、あーなるほど、綺麗だな。これレッスン先行っていいんじゃないですか。あーでもこの辺からもう早いですね、こうほどまだプロとかだったら溜まってますもんね、クラブが立って、はい、うん、ここまでいいですけどね、ここまで、はい、でここから切り返して、はい、あーでも頑張ってるっすね。でちょっとやっぱここでほどけちゃうんですね、はい、うん、ちょっとほどけるっすね、はい、これ次正面、これ正面ですね、はい、テイクバックいってここからギュー、うん、
まあすごいほど気が早いってことでもないんですけど、あそうですね、ちょっとほどけがあり、はい、GS になってる。まあ体の使い方とかはもう全然そこ悪くないんですけどね、まだいけますね、はい、まだ、うん、あのプロみたいにクラブがあの要はためが強くできるんですよね、はい、なるほどなるほど、はい、それじゃあシャロースイング、はい、ちょっと取り組んでみますか。はい、はいはい、お願いします。どんなイメージあります？じゃあ逆に今いろんな YouTube 見てるじゃないですか、はい、シャロースイングって言ったらどんな感じがします？やったことありますか？取り組んだことは挑戦しようかなと思ったことはあったんですけど。ですよね。シャンクが出そうなのが。シャンク、うん、シャンク出ますよね。ダフったり。ダフったり、そうですね。で、やっぱこう、やめちゃうっすよね。はい、やめちゃうっすよね。で、ここがやっぱ一番肝心なところで、やっぱその、プロみたいなスイングになれば、絶対ボールも飛ぶし、効率よくボールが飛ばせれると思うんですよね。はい、ただ、やっぱアマチュアの方って、その練習で、いくらドリルだと思っても、ミスショットが出てしまったりすると、なんかこれこう、間違えてんのかなって思ってしまうんで、結局やめて自分の形に戻して、なんか当たりを求めてしまう練習になってるっていうのが、ただ、僕もそうだったんですけど、ただ、あの理解をすると、なんでこういう動きになるか、こういう形になるかっていう理解をしないと、やっぱり人間多分しないと思うんですよね。ですので、ちょっとその意味をちょっと今日、言うんで、はい、ちょっとじゃあ谷口さん行きましょうか。ああ、はい、まず竹本さんはちょっとこの辺で聞いてもらってて、はい、で、これは分かってもらいたいこと僕ちょっと一つあって、はい、スイングを作るためには、2つのことを考えないといけないんですよ。っていうのは2つのことですね。っていうのは実際動く体の動き、はい、プラスアルファプラスもう一つイメージ、2つ目がイメージ、その2つが重なって初めて動画が良くなったりプロみたいなスイングになったりするんですよね、はい、でこれがやっぱそのみんな間違っちゃうのがそのイメージだけでスイングが良くなると思ってるんですよ。イメージだけをしてスイングが良くなると思ってるけどそのイメージがまず間違ってるっていうのがあって、じゃあ仮にプロみたいにここがアマチュアの方こうほどけるわけじゃないですか、はい、こう溜まってきますよね、はい、どういうイメージします？それをやろうと思ったらやろうと思ったらそうですね、はい、じゃあ向こう向いてちょっと、はい、こういうはい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 、はい、こちら正面ちょっとこっち向いてやってもらっていいですか？こうあ、こうこうはい、はい、そうですね、こう来るとはい、ほう、これでも立ってますよね、はい、秋元さんこれ立ってますよね、立ってます、イメージこれですよね、はいはい、ですよね。でもこれさっき僕が言ったイメージがこの形ですよ、はい、でも実際これ画像とか実際この今グリップエンドを立ててきて、はい、クラブ立ってますよね、はい、めっちゃ立ってます、はい、でも実際そのスイングしてもほどけたことないですか？あ、あります、はい、もう全然ほどけるんですよ、ね、ほどけます。ってことはイメージは自分の中でできてるけどこれプラスさっき言った実際の動きを、はい、合成させないといけないんです。プラス入れないといけないんですよ、はい、ってことはじゃあ実際自分実際の動きを多分入れてないんですよ、はい、そのイメージプラスってことはどういう動きになってくるかって言ったら、はい、イメージはこう立ってます、はい、でも実際の動きがどうなるかって言ったらこれプラス絶対ゴルフって回転するんですよ、はい、だから手元が前に出て結局アリここあのアリリリースになってほどける。ちょっと向こう向きながらちょっとやりましょう、はい、今のイメージだったらこれ、ヒロンさん正面から見たらめっちゃ立ってません、はい、立ってるっすよね、はい、でもこのイメージだと実際のスイングが回転が入ってくるんでそうすると手は前に出ます。で、クラブは重いのであで、結局こう立てても立たないんですよ、うん、絶対に、うん、肘をこう絞ってきても絶対立たないんです、はい、絶対に、はい、じゃあこれじゃあ今巷で言われ巷というか、まあ、結構流行ってること、はい、クラブを寝かせって言うじゃないですか。クラブをトップに行って、はい、こっち寝かせて、はい、寝かせてとか手を落としてとか、はい、で腰を切ってこいって、はい、うん、こう切ってこい、まあ、これめちゃくちゃいいこと言ってるんですよ実は、はい、ただそれをしたからして
あのみんなどうなるかっていうこの理解、はい、うん、これをしたことによって、はい、どこがどうなってどういうスイングになるかっていう理解をしてないんで、はい、これしたらシャンクとかさっき言うようにトップとかしてやめちゃうんですよね、はい、スイングで、その理解をちょっと今日説明するんで、はい、ちょっと構えてもらって、はい、はい、ちょっと構えましょうか。おかしいですか。じゃあこっちで、はい、もう一回スイングスローモーションで、はい、要はインパクトの時に、はい、まあ切り返して、はい、かあの手が体の前に出て、はい、要はアウトサイドにいいんですよね、はい、でそこから打つ瞬間にハンドファーストじゃなくてアリリリース、はい、早くほどけてしまった、はい、じゃあやりたいのは、まあ、クラブがこう立ってきて、はい、立ってきたいわけ、はい、ね、ためができて、はい、でこのまんまハンドファーストを維持したまんま、はい、まあこ、まあ、大雑把にですけど、はいはい、まあ、このインパクトになりたいわけですよ、はいはい、なりたい、でもなかなかならないと。でこれは全てイメージプラス実際の動きを頭使ってイメージを変えてこないでいい、はい、でゴルフはすごいスピードなんで準備しないといけない、前もって前もって前もってしないといけないですね、はい、じゃあここでハンドファーストでちょっとやりますね、はい、ハンドファーストで当てたい、この角度を保ちたい、はい、であればでもここでイメージしても遅いです。はい、あ、もう遅い。インパクトでよくこうみんなイメージする、これじゃ遅いです、はい、実際時間差が、はい、すごいスピードで振るんで、はい、ってことはその前にこの角度、この角度をどこかで作っとかないといけないです、はい、っていうのはまあ一応いろいろグリップとかもいろいろあるんですけど、はい、まずはそのスイングの中のイメージをちょっと今日ですね、はい、ちょっと構えてもらって、はい、変えてもらいたいんで、はい、イメージとまあ意味ですよね、はい、じゃあ向こう向いてみましょうか、はい、トップいってください。イメージですね、はい、わけわかんないことを言いますけど、はい、今このヘッドがあるじゃないですか、はい、まあ、手を落とせだとか言うんですけど、はい、これじゃなかなか治らないです、はい、イメージいきますよ、はい、ヘッドがじゃあマンションの3階にありましょう、はい、3階の部屋に、はい、じゃあ3階から実際切り返す前ぐらいで、はい、地下1階ぐらい落としてください。地下1階ですか。地下1階、はい、で打ってきてみてください。こうやってでも実際のレッスンはここで終わりです、はい、実際のよく流れてるレッスンはここで終わってます、はい、でもこれなんでこれしないといけないかっていうのここ大事なんで今日。じゃあいきますよ、はい、もう一回いきましょう。3回、はい、地下1階、はい、これ右手の角度、はい、さっきのこう持ってきたハンドファースト似てません、はい、この角度同じ角度ですね、はい、そうです。だからもう一回じゃあ向こうに行ってみる、向こうを見て、はい、はい、テイクバックして、はい、いきますよ。3階から1階、地下1階でいいですよ、はい、そしたら今ここに角度ついてます、はい、これが前もって準備してるっていうイメージなんですよ。だからヘッドを落とさないといけないです、はい、で、はい、それプラス実際の動きがパッて入るから、はい、クラブがためができて、ハンドファースト当たりやすいっていう、はい、だからここで実際構える感じですか、はい、あ、さっきの、はい、向こうの感じ、こうやってテイクバックいって、はい、じゃあこれこのまま手を落とせって言うじゃないですか、はい、でも言うても角度そんなついてないです、はい、これじゃあまだ実際の回転が入ったらまだこっちから来るんです、はい、うん、これテイクバックしてこのクラブヘッドがこっち来てる。そう、そうしたらすごい角度つくんで、はいはい、そうするとそれをこれをすることに前もって作ったことをによって時間差でこの角度がここで表現できるようになる、はい、インパクトの時、はい、でもどうですかこれもうシャンクしそうじゃないですか、ね、シャンクしそうなんですよね、はい、そうでちょっと打ってみましょうか今のイメージ、今のイメージもうね、はい、絶対これシャンクかダフリかトップするっす、はい、で実際後ろ後方と正面からスローモーションで撮るんで、はい、撮っとくんで、はい、ちょっと打ってみましょう、はい、今のは、はい、ちょっといい球すぎるってことは、はい、まだ大げさにやった方がいいです。大げさに、はい、今のじゃ多分動画があんま変わってないかもしれないですね、はい、本当だったらまだ当たらないはずですね、はい、ちょっと待ってください、はい、そう、はい、いきます、はい、
いいっすね、いいっすね、いいっすね。もう一回。はい。OK。まあ、シャンクシャツね。多分今ぐらいで、多分大げさにやれてるんですよね。これなんで今シャンクしてるか してるかとかいうのは、まだ他のところちゃんとしないとやっぱシャンクするんですよ、はい、本当は今やってるドリルの時は寝かすとシャンクするんですよ、はい、うん、てかむしろシャンクしないとそれができてないです、はい、と思ってちょっともう一回、はい、今当たったんですか。いや、今のもシャンク気味でした。クソシャンクぐらいでいきましょうか。クソシャンク、はい、入り方が変わったですね。おぉ、こんなにめっちゃわかりやすい。かっこいい、めっちゃかっこいい。ちょっともう一回いきますか。秋元さんですね。やばいっすね。すごい。これはすごいっすね。で、このぐらい、あのイメージでこのぐらいなんですよ、はい、これが、これだったらやっぱこう目指したいためっすよね。止まってますね。こうやって、これが最初はまあ、これも悪くはないんですけどね。こんなもんなんで。うん、違うね。これ違いますね。うん、だい。ちょっと今撮って。ちょっと良かった。まあまあね、やばいとこ来てる感じがするじゃないですか、はい、で、正面から撮ってこうなんですよ。これやばないですか。やばいですね。このうわ、これしなってますね。しなってますね。すげー。これで、やっとこう、はい、ほんとプロとかが、はい、絶対こうなってるんですよね、プロとか、うん、うん、って当たってるんで、じゃあもう一回、でもこれしたら、はい、シャンクするでしょ、はいはい、まだ、はい、うん、じゃあこれで、シャンクが出ないようにするにはどうしたら、はい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 、今もう一回構えてもらって、はい、シャンクが出ないようにするには、はい、結局下半身